ブラックパンサーは2018年のアメリカ合衆国のスーパーヒーロー映画。マーベルスタジオ制作ウォルトディズニースタジオモーションピクチャーズ配給。主演はチャドウィック・ボーズマン。マーベルコミックのアメリカンコミックブラックパンサーの実写映画化作品で様々なマーベルコミックの実写映画を同一の世界観のクロスオーバー作品として扱う。 マーベル・シネマティック・ユニバースとしては第18作品目の映画となる。マーベル・シネマティック・ユニバース生誕10周年記念作品。2019年アカデミー賞においてスーパーヒーロー映画として初めてとなる作品賞にノミネートされた。この映画は黒人の監督による黒人を主人公にした映画として注目された。キャストや制作スタッフも大半が黒人であり、 ヨーロッパやアフリカをはじめ世界中からアフリカ系のプロフェッショナルが集結していた。2018年3月24日にアベンジャーズを超え北米で史上最高の興行成績を獲得したスーパーヒーロー映画になった。また、サウジアラビアで2018年4月に映画館が約35年ぶりにオープンした再の初上映作品になった。前日の通り、 第91回アカデミー賞において史上初のアメコミ映画かつスーパーヒーロー映画として作品賞にノミネートされた。この回では作品賞を含めた7部門にノミネートされ作曲賞、美術賞、衣装デザイン賞の3部門を受賞した。はるか昔、地球にビブラニウムと呼ばれる鉱石でできた隕石が落ちてきた。 やがてその地アフリカで5つの部族が戦争を始める。一人の戦士がビブラニウムの影響を受けたハート型のハーブを摂取し、超人的な力を持つブラックパンサーとなった。彼の下に4つの部族が集まり、ワカンダ国となった。だが、ジャバリ族だけは参加せず、姿を隠した。何世紀も経ち、ワカンダは世界から隔絶された高度な科学技術を持つ、 長文明となった。1992年、当時のティチャカ国王は、カリフォルニア州オークランドに潜入していた弟のウンジョブを訪ねる。ティチャカは、密定ずりを通じ弟が若んだから得た武器を、武器商人、ユリシーズクロウに渡していたことを知り、彼を問い詰め、そして亡き者にした。それから26年後の2018年、ヘルムートジモが起こした爆破テロによるチャカの死とそれに、 伴うアベンジャーズの内乱の後、チャカの息子、ティチャラが新国王に即位する運びとなる。大観の儀式で、彼は、ジャバリ族の挑戦者エムバクを打ち負かし、晴れて、ワカンダは、新たな国王を迎えた。それからしばらくして、エリック・スティーブンズという男がクロウと結託して、ロンドンの博物館を襲撃した。ティチャラは、友人、浮かびに彼と因縁のあるクロウの逮捕を約束し、 新鋭隊長、おこえ、幼馴染みの恋人、泣き屋を連れ、裏取引が行われている韓国、富山へと向かう。同じく潜入していた CIA のエベレットロス捜査官と手を組んで、苦労を捉えるが、取り調べ中に、エリックの襲撃を受け奪還されてしまう。泣き屋をかばい重傷を負ったロスを救うため、ティチャラはロスを連れて、ワカンダへの帰国を余儀なくされる。 シュリがロスの治療に当たっている間に、浮かびのもとに、エリックが現れる。彼は、手土産として、苦労の亡き柄を引き渡し、国王との越権を求める。エリックの本名は、うんじゃだかと言い,い、亡きウンジョ部の息子にして、大い継承権を持っていた。ティチャラの問いにズリはかつて起きたことを話す。エリックは父を失った後、死の商人と、あだなされる兵士に育ち、 祖国ワカンダの技術と武器を持って、世界中のアフリカ系民族を迫害から救うために、帰還し、王位を求めて現れたのである。再び儀式が行われ、エリック・キルモンガーは、仲裁に入ったズリを殺害すると、ティ・チャラを谷底に突き落とし、ついに王位を得る。そしてハート型のハーブを摂取して、ブラックパンサーの力とスーツを得ると、残るハーブをすべて焼き払い、ワカンダの武器を、 全世界の同胞へ輸送するよう命じる。泣きア、シュリ、ラモンダ、そして一命を取り留めたロスは密かに得ていたハーブを一つ持って脱出し、ジャバリ族に援助を求める。ティチャラはエムバクによって歌死状態で保護されており、最後のハーブによって息を吹き返す。そしてキルモンガーを倒すべく、再びスーツを着用する。シュリとナキア キルモンガー二反機を翻したドーラミラージュは浮かびと彼の軍隊に挑み、ロスは首里のサポートを受けてジェットを遠隔操縦して兵器を搭載した輸送機を撃墜していく。エムバク率いるジャバリ族がティチャラの援護に加わり、ビブラニウム採掘場ではティチャラとキルモンガー二人のブラックパンサーが中断された大継承の儀式を再開させる。 ティチャラの一撃がキルモンガーを貫き、ついに戦いに終止符が打たれる。キルモンガーは治療を拒み、東国よりも自由ある死を選択する。ティチャラの計らいで、祖国はカンダの美しい景色を眺めながら、ついに、エリック・キルモンガーはこの世を去る。すべてが終わり、ティチャラは再び、オークランドを訪れ、ウンジョブとエリックが住んでいたアパートを買い取り、支援センターを作ることを首里に語る。 ミッドクレジットシーンでは、ティチャラがついにワカンダのすべてを明らかにすることを、国連で演説する。そして、ポストクレジットシーンでは、治療を終えた、ホワイトウルフこと、バッキー・バーンズに、趣里が語りかける。遥か太古の昔に、宇宙からの隕石として地球にもたらされ、ワカンダの交渉で採掘される環境で不可思議な、性質を秘める功績。本作に登場する装備や、 ビークルなどの多くは、シュリたち、ワカンダデザイングループによって、改良、研究開発されたものであり、加工されたビブラニウムが取り込まれている。ヒーロービランの装備その他のアイテム、武器その他のテクノロジービークル重機、ビークルアディンクラシンボルの一つ、ワワアバ本作では、日本の高級車、ブランド、レクサスが販売する、LC500 が登場し、ブラックパンサー専用の車両となっている。 車体は、ビブラニウム鉱石で作られており、銃弾を寄せ付けないといった機能を持っている。泣きや、お声が乗る車両として、LC500 と同じく、ビブラニウム鉱石で作られているレクサスの GSF が登場する。ユリシーズクロウが、富山で使用する車両としては、5代目トヨタホーランナーのカスタムモデルが登場する。また本作においては種類が胸元に、 文様の入ったシャツを着用して登場するシーンが存在するが、この文様について、本作の衣装デザイナーであるルースカーターは、このアディンクラシンボルは目的を意味し、首里は確かに、わかんだ王国においてある目的を持っていますと説明している。アディンクラシンボルとは、ガーナのアカン人が伝統的にも服用の布に用いてきた文様のことで、 様々な種類が存在するが、実際にはその中のわわわという頑丈さや忍耐を含意するものであると見られている。日本では国王とヒーロー、二つの顔を持つ男、国王として守るか、ヒーローとして戦うか、というキャッチコピーで2018年3月1日に公開された。同年2月18日には吹き替え版、完成披露試写会が開催され、 シュ役の桃田かな子、サプライズゲストとして、藤岡博が登壇して、舞台挨拶が行われた。2月27日には、東京都内で公開直前イベントが行われ、ジブラ、スカイハイ、ケンザ390、ミリ、藤森慎吾が参加した。スカイハイは、トリプル a のメンバーとしても活動しており、二つの顔を持つことが、ティチャラと、 共通していることから CM にも起用され、CM 映像でオリジナルのラップを披露している。また、バッドホップのメンバー T ・パブロと GKID のブラックパンサーまつわるワードを用いたフリースタイルラップも公開されている。ありがとうございます。